第安坪、つぼ、第あつぼ7月天保5年7月23日は、江戸時代の儒学者、広島藩士。意名はおもんみやわら、字は千気、起立、号は春騒動、通称は万志郎、別号に、春騒、安蔵名。法暦6年7月、七又十郎、母、中子の四、男として、竹原に生まれる。通称は万志郎。長兄が、大春水。 次男と逸音が死亡し、時刑が来春か。来三葉は兄、春水の子で、暗粒はおじにあたる。暗粒は七歳の時母に死別し、父と兄に育てられた。家は、昇華で、父は、学問好きであった。二十五歳の時に、大阪に出て、儒学を学び、その後兄、春水と共に、江戸にも出て、服部とりに指示した。三十歳で、 広島藩学問書の受官に迎えられ、天命5年広島藩主の子、浅野人志圏の教育係となった。春水、春風、安津坊の雷蔵兄弟は、富に文才に恵まれた受者であり、多くの優れた監詞を残すなど、レベルの高い共通点を持ち合わせるとともに、個性を活かして、それぞれの分野で後世に名を残した。安津坊が二人の兄と異なるのは、 地方行政官として歩んだ足跡である。しかも、普通の人なら、隠居する50代半ばを過ぎてから、軍大官や三次長奉名として、反省の一端に加わった。安津坪が三次軍、江戸軍の大官になったのは、文化10年10月で、58歳の時だった。その後、三上軍、ぬか軍を加えた、ビンゴ国北部4軍の大官を歴任。 美北各地の村々を歩いて、農民の声を聞き、政治に反映しようと努めた。当時、美北地方は、百姓一揆伝統の地と言われた。飢餓に備えて柿を植えたり、神社に老人を集めて、敬老会を催したなどの話はよく知られている。文政十一年、安津坪は三次長奉行に任じられ、四月、家族を挙げて三次に転居してきた。 この時すでに73歳で三次に在任したのはわずか2年であった。文政12年2月には京都からおいの来山陽が三次にある安津坊の役宅雲壁橋を訪れ監視を残している。文政13年うるう3月、津坊は三次長奉行を辞して広島に引き上げた。天保5年79歳で病没、七三の安養院に葬られた。は 来最新。芸美高い吉伝や、芸飯通史などの藩紙編さんに携わったほか、原古フル編、春総動師匠などの著作がある。明治42年、14位を追蔵された。田尻左編、増衣所見伝造保番上特使増衣年表、P26。ありがとうございます。